はい、皆さんこんにちは。ヘナです。タカです。エイティブロークです。私たちは高麗寺さんに来てます。愛知県の登山で有名な山です。登山なの？ハイキングとかじゃなくて？え？違うの？わかんない。ハイキングはちょっとさ、楽に歩けるやつだけど、登山ってこう、なんていうの、こうガーガー登るやつ。ガーガー、じゃあガーガー登るやつじゃないと思うから。レナに騙されました。なんでなんかね、軽いハイキングだよって言われてて、で今日来てみたら、さっきね、あそこの入り口にマップがあって、入り口から蓬莱寺の本堂まで往復2時間半かかります。でもそれ軽いハイキングでしょ。マジで、いや俺軽いハイキングって30分ぐらいだと思ってたら、いやそれは散歩だよ。そのうちあれでしょ、石段とかが入ってきて1400なんとか段。レナに騙されました。そうだね、よかった、ちゃんと言わなくてよかった。そうだね、ちゃんと言ってたら聞けなかったかもしれない。そうだね。目の前に石段のスタートだよ。やっとスタート地点に来たよ。やっとやっと坂がもう疲れてるってこと？いやもう限界ですよ、ほとんど。まだスタートしてもないよ。蓬莱寺山って書いてある。めちゃくちゃ雰囲気がいいよ。すごっ、ね、これ。めちゃくちゃ雰囲気良くない？これもうずっとこれぐらいの景色が見える。マーベルのワンシーン出てきそうな。あーそうだね。木の力をもらってます。木は触らないでほしいって言ってるよ。いやけどこの木800歳だって。やばくない？800年生きてんだよ。もしかしたら疲れてるの？高博もう喋る元気なくなってきたよ。そうだよね。今どんぐらい登ってきたかどうかもちょっと分かんないね。分かんないけど、なんか途中にさ欲しいよね、今あなたはここまで来ましたみたいな。500段目とか。そうそうそう、じゃないとちょっと心折れちゃうよ。逆に今200段目って書いてあったら心折れるでしょ。いや、心折れると同時に帰るっていう選択ができるじゃん。ないこれで200段ならもう無理だって。おう、見て、タカ見て見てこれ。無理無理。おーいどこに行こうとしてるの？まだ半数持ってないよ。ああ、カモン。今600段だから、今見えるところまでは何段あるのかなって数えてみようかなと思って。1、2、3、4、5、6、7、8、90だった。おお、すごいわ。なでて、どういうこと？ちょっとお昼ね。お昼でもタッカー進まないと進まないよ。行きましょう。GO! ああ1316段って書いてあるよ。バンザーイ！バンザーイ？それ一番上かな。バンザーイ！やりきった。蓬莱寺本堂があるよ。やった。あっちになんか売店みたいなところを見つけたから。本当だ。ちょっとなんかちょっとなんかを食べたい。おでん売ってるわ。おでんはいらん。五平餅。あ、五平餅欲しい。これはご褒美だね。五平餅でタカがおでん。おお。普段の五平餅より100倍ぐらい美味しい。疲れてここに登ってここで食べてる。酒飲みたくなかった。
ダメだよ。後でまた運転しなきゃいけないよ。ちなみに今日ジープを借りました。エニカで。あ、そうだね。うラングラーね。ラングラー、ラングラー、ラングラーラングラーでしょ。違う、ラングラー、ラングラー、ラングラーだよ。こっちにもね、駐車場あるんだよね。そう、怠け者の人のためね。そうそうそう、タカみたいな人のため。そう、最初から知ってれば俺こっち来たのに。ここからなんかちょっとだけ降りてもいいかもしれない。ああ、そう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 、森の中の雰囲気も見たいなっていうのは全部あるかもしれない。聞けるけど、そういうことはタカに行ったら、それがファーストオプション。ここにまた1316なんだよ。そういうこと。今から下っていきます。心の準備できた？カモン。早いね、すごい。はい、行きましょう。昼ご飯が来たよ。カツ丼と盛りそば。ザルそば。盛りそばって書いてある。でもこれはザルそばだよ。違いが分かんないの。盛りそばはそばだけ、盛りが乗ったらザルそば。本当だね。本当だよ。本当ですよね。はい、というわけでお昼ご飯、お腹いっぱい食べました。お腹いっぱいとか、もう頼みすぎてだよね。いつもいっぱい食べすぎます。次どこ行くの。アテラの七滝。これが今日の私たちのジープさん。ジープね、でかいよね。でかい。ましたよ、アテラの滝、七滝。はい、行きましょう。あ、ちなみに 900m 歩いて15分って書いてあるから、タカガも諦めようとしました。見てこのでっかい石。こんな、いや、もっとあるよ。あと 100m もないのに全く滝の音しないんですけど。多分水流れてないよ。こっちに川が流れてんだけど、水の量がこうちょろ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 着きました。滝がありました。あったね、アテラの七滝。でもあれ、あんまり滝みたいなザーッとみたいなことじゃないから聞こえない。すごい。風量はないけど神秘的な感じ。今日最後なんだけど、ここの近くに湯屋温泉という温泉街があって、リラックスするためにちょっと足湯に入ろうかなと思って。おお、人がいるよ。家族で来てるよ。はい、入ります。おー、ほんとだ。ほんとだ、暑い。暑いですね。暑いです。あ、でもよく入るのね。痛くないの。いや、気持ちいいよ。だから何ですか。暑いってまあまあ。あ、気持ちいい。いや、これなんかずっとハイキングした後にめっちゃ気持ちいい。さっきに一緒に家族が座ってたけど、今二人きりになってもう暗くなってきて、足が熱くなってきて、そう、足がピリピリしてきたよ、本当に。はい、この動画をここで終わりにします。愛知県の宝来寺さんとアテラの七滝の動画が面白かったなら、ぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。